話を南波さんとしていきたいと思っておりますのでお呼びいたしましょう。クラブアンバサダーの南波博明さんです。はい、どうも。そしてやっこちゃんです。どうも。どうも。うわ、これです。宇宙からやっと生還したやっこちゃんも今日はね、はい、はい、来てくれました。スキューエアらしいんですよ。あ、スキューエアなの。はい、月に行くやつじゃなくて。めちゃくちゃ暑いですよ、これ。月じゃなくて月。暑いでしょうね。めちゃくちゃ暑いです。今日暖かいし、はい、そんなことでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、遅れたのはね、あの理由があってね、はい、あの SC ギフト、はい、あの県議長、うん、地元の U ですよ、はいはいはい、県議長が今回地域提携を結んだということで、はい、この記念グッズをね作って、うん、なんか僕あの県議長出身じゃないのに、はい、むしろあの工業高校土木科出身なのに商業のね、はい、あのタオル買わされたんですよ。なるほど。なのでね、ちょっとうわ来た、つかましい高校生やな、はい、来やがった、はい、なんかちょっとあのね、はい、宣伝したいっていうからちょっと喋らせてあげてもいいですか。はい、今紹介しました県議長の水本です。今名前なんて。なんて。水本です。はい、翼、はい、今県議長と SC ギフトでコラボして初のコラボタオルということで売ってるんで、よかったら買いに来てください。マーク入ってる。本当や、分かりやすいコラボ。よかったらじゃね、大人たちは買わないから、はい、ね、まず俺が見本見せるわ、はい、俺工業高校なのにね、商業、ね、だからみんなぜひいるでしょ、この中に工業、あの県議所出身、はい、手挙げてあげよう、はい、手挙げ、県議所出身の人、はい、あ、そこそこいる、はい、あ、あんた、ほらほら、はい、いたいたいた、絶対県議所出身の、はいはい、ね、母校に伺ってください。寄付してください。頼みますよ、はい、SCU の、あ、あそこ買ってくれてんじゃん。ほんとや、すごいすごい。あ、でも絶対あの人県議長じゃないわ。 あそこにもいた、 あそこにもいる。あの県議長じゃない人もね、もちろん岐阜高校の人も買ってよ、はい、県議長といえばあの野球ですから、うん、あの高校野球で有名な、そう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 、ね、なんで、そうそう、はい、野球ファンの方も買ってください。そう、そしてあの北九州の方も買ってくださいよ、はい、県議長、せっかく岐阜に来てくれたんだから。岐阜のお土産といったら県議長ですから、はい、SC ギフトじゃない、はい、県議長です、ね、県議長です、はい、ぜひお願いしますよ、北九州の皆さん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ね、はい、翼くん頑張ってますから、はい、はい、翼もういいアピールすることは、はい、大丈夫、はい、楽しんでるか、高校生活楽しんでる、はい、楽しんでる、いいことだよ、はい、この後はね、このタオルをいかに売れるか、これが君の卒業にかかってくる、はい、あ、しっかり売って、この後しっかり卒業してください、はい、いいですか、はい、わかりました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあ翼くんに大きな拍手を、はい、はい、ということで、はい、そんな見どころでございます。もうね、ほんと県議所のタオルをあのかけてやりますので、ね、はい、行きましょう、はい、いい感じでスポンサーになったみたいですね、県議所なってもらおう、県議所、はい、お願いしますね、南部さんの、あの来年のユニフォームが半分青いんですね、はい、懐かしい、半分青い、なんかいいね、はい、あんな感じになりました。ということで最終節やってまいりました、来ましたね、ね、じゃあ僕の見立てでは、はい、本当はね、この日の試合が、はい、J2 に上がる天下分け目の最終戦になると思ったの。お互いにやっぱ上目指してて、北九州もね、多分ね、今年もうすぐに戻ろうと思ってる最有力チームだと思ってたから、そうですよ。で、不思議も快進撃を続けていく中で、はい、最後の一枠をこの試合で決めるぐらいね、はい、そう、日程くんね、本当にすごいね、憎いことしてくれるなと思ったら、なんてことない、大外れじゃないかみたいな。いや、これで、ね、あのまた日程くんの、はい、あのその確率が下がるわけでしょ。そう、日程くんからしてみたら、おい、FC と北九州って言ってると思うんですよ。もう勘弁
しろよみたいな、そんな感じで。また俺の確率が下がる。そうそうそう。言ってると思う。実際にね、多分ね、今年 FC 岐阜のサポーターの方が抱いていたフラストレーションは、同じくあの黄色い皆さんの、北九州の皆さんも同じです。同じような気持ちでシーズンをね、過ごしたと思うんで、そんな慰め合いの離婚マッチでございます。そうですね、はい、はいはいはい、傷の舐め合いマッチということで、はい、いいですね、はい、まあでもね、なんと久しぶりに契約満了が先に発表になりました。これ今まであんまりなかったケースですね。なかったです、はいはいはい、なんで、今回はね、やっぱり選手に最後の声援をね、送りたいよみたいなことで、まああのスタメンと控えにもね、8人満了と引退の選手が入ってます。そうですね、まあ本当に、まあ僕も4年前そうでしたけど、はい、これで、まあ、見納めの選手がいるわけですから、はい、まあぜひね、そういう選手がこう出てね、活躍してもらいたい、まあ、そういうのはやっぱサポーターの皆さんの中ではね、はい、絶対あると思うんでね、はい、はい、まあこれはだからこれで今日彼らがね、活躍するのを我々は応援したい、はい、そういう試合にしたいなと思います、ね、もう契約満了がひっくり返るぐらいの活躍してもらいたいですね。いや本当ですよ、はいはい、もうやっぱなしにしてくださいとチームが言うぐらい、うん、そんな活躍をしてほしいと思います、ね、はい、やっこちゃんももうこのステージ3年目じゃないですか、はい、やっぱサリューク選手とかね、もうステージに来年も上がらない選手とか、はい、結構見てきたじゃないですか、はい、今年も結構ご一緒した選手が去っていきました。寂しいですね。寂しいですよね。寂しいですよね。ただ次のステップアップを期待して、はい、するので、ね、次もやっこちゃんも今度ステップアップして、こう一人だけ J2 にこう昇格したりとかしないよね。隣のグランパスとかに取られたりしないよね。しないです。はい、J1 にいきなり個人昇格とか。それかむしろ、今日その引退する選手を逆に引き抜きみたいなこともあり得るってことですね。なるほど、ちゃんが。やっこちゃんが。フラスト？コンタクさん DC になる。はい。いいじゃん、DJ 拓也。DJ 拓也で。いいじゃないですか。そうだけど。はい、かけようかな。ちょっと、オーバーかけようぜ。いいですよ、本当。ここ、来年からここで2人でこう、はい、やってもらいたいですね。ね、で同じく多分ね、北九州にも、もうね、今年が最後だよって選手も、何人かいると思う。さっき聞きましたよ。はい、はい、はいはい。なんで、やっぱそういった選手がね、多分ね、今、持ってる力以上のクラスが出てくるんで、結構ね、どっちに転ぶか分からない試合になるんですよね。そんな中で難波選手が期待してる選手とかっていますか？僕はね、やっぱり船津選手、はい、もちろん本田拓也選手もそうですけど、はい、船津選手、はい、まあ、彼に今日はこう期待したいですね。そうですね、はい、もう本当にたくさんの試合出てきた中で最後、はい、まあね、まあ、後半だから、まあ、交代は多分あるでしょう。あるあるある、はい、こうなった時にね、その短い時間の中でどれだけ見せてくれるか、まあ、同じく本田拓也選手もね出てきたんで、そういったとこ見たいです。そうですね、はい、はい、あとはヘニキがね、出てきて試合をね、もう暴れすぎて試合壊さないかどうか。彼は暴れる君ですからね。そう、だからいきなり出て張り切って、はい、かなり暴れる君になるような。でもね、いいのいいの、それが彼の持ち味だからね。そう、あ、今日は出てきてね、まあ、暴れてもらって、はい、はい、それも皆さん目に焼き付けてください。そうですね、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日の一言は、一言行きましょうか。行こうかな。あ、ホワイトボード、あ、今さやかちゃん持ってきてくれた、持ってきてくれた。川口さんももう、ずいぶんこっちのステージが長かったから、もう忘れちゃった。そうそうそう、今ね、ここで今ちょっとくつろぎタイム。はい、はい、じゃあ今日の一言ね、はい、いきますね。はい、今日はこれですね。
AFC に行くよ、男を見せてくれ。はい、ということなんですよ、はい、ね、もう、まあ、今のもずっと長々と、ね、話してきましたけど、今日で引退する選手もいれば、このクラブを離れる選手たくさんいるわけですよ、ね、で今日こんだけのお客さんが、ね、はい、来てくれるわけですよ、はい、せめて、せめて、ね、せめて今日男を見せてほしいなと、はい、でこれは何も選手だけに限ったわけじゃないんですよ、はい、クラブもそうです、はい、我々もそうです、ね、この1年何をしてきたのか、そして来年こういうことがつながっていくのかどうなのかっていうのは、はい、皆さんに伝えられる最後の今年のチャンスなんですよ。そうです、はいはい、なのでね、せめて最後、ね、男を見せてほしいと、見せてほしいということで、はい、ということで、はい、もう皆さんもね、ぜひともね、あの誇り胸に戦ってください。僕はそうです、ファイトウィズプライド、はい、誇りを胸に、はい、いいですね、はい、皆さん誇りを胸に今日はね FC キングの勝ちを、本当ですよ、はい、はい、ぜひともね、本当泣いても笑っても今日が最後、そうなんです、最後なんですよ、ね、2022年のメンバーで戦うのも最後、そうなんです、見るのも最後、もうだからこの2022のメンバーで戦うことってこれ一生ないですよ、一生ない、確率ゼロです、はいはい、散々裏切られてきたこの彼らに対して、はい、今年今日こそは頑張ってくれと、はい、そして今日だけは心の限り応援してやると、そう、そんな気持ちで頑張ってます、ね、はい、ということで、はい、選手も OK となりますので、はいですか、はい、今日はね、頑張ってお会いしましょう、はい、じゃあ続きましては選手のトークショーでございます。